いちごりチャンネル、始まりました。今日何を菊さんやりましょうか。シャンクにしましょうか、はい、コメントにも確かにシャンクが止まんないなんていう人がいるので、シャンクをどうしたら治るかのちょっと教えてもらいたい。確かにシャンクってラウンド中、僕もまあ試合中の経験があるんですけど、1回出ると止まんなくなっちゃったりするじゃないですか。菊さんもなんかそういう感じなったことないですか？見てますよね止まんないどころかもうその日ラウンド終わっちゃうぐらいのね、ことね。でまあシャンクって正直初心者の方ももちろん出るミスだし、上級者タイガー・ウッズでさえシャンクするんですよ。もうプロの一線でやってる人でも。その時に、まあ、タイガー・ウッズと僕比べるのあれですけどまあ自分なりの対処方法で、どういう時にシャンクが出て、まあ、どういうふうに、試合中に改善していくかっていうのをちょっと僕なりの方法をちょっと、はい、お教えできたらなと思うんで、はい、今日それでやっていきます。はい、まず1個目なんですけど、短いクラブでギリギリの距離を打とうと思った時にシャンクが出てしまう、まあ、どういうことかというと、強く打とうとしてまあ、力みが入って右の懐が狭くなって手が浮いてしまってシャンクする。で一発出るともう次怖くて打ちづらいんで、何をするかというと、次のホールでセカンドでまたシャンクが出そうだなと思ったら、あえて9番アイアンで、まあ、140打つとしますよね。それをあえて8番アイアンとか7番アイアンで打つんですよ。強く打たない、こっから強く打たない、もう5割6割ぐらいの力で大きくゆったりスイングしてあげる。ポイントとしては、はい、ここだったら120ヤードから9番って例えば思った時に、はいはい、あえて1番手2番手上げて、そうです、もっと軽く打つっていうことですか。大きく軽く打つと、大きく軽く打つ、もうシャンクを続けて出さないってことですね。であとやっぱシャンクが出ると怖がって今度かぶせて左から左に球が出やすくなるんですよ。それを試合中やっちゃうと、もうそこから気持ち悪いのが残っちゃって、もうラウンドできなくなっちゃうん でもう一発出たらもう二発目絶対出さないような対処方法、ゆったりスイングしてあげる。あともう一つは右足を引く。まあ、どういうことかというと、シャンクが出ちゃうときってトップから胸が開いてシャンクしてしまうってこともあるんですよ。で今日どうしてもなんか胸が開いちゃうなっていうときに結構出たりするんですよね。だそのときにもうトップからトップ上げるじゃないですか。そこから右足を引いてしまう。そうすることで強制的に胸が開きづらくなるんです。でちょっと球が捕まりすぎちゃうんですけど、それでもいいんです。シャンクが出なければ。で打ってみますね。それでもそれやるの難しくないですか？今日右足引いちゃうからいや、まあ、僕なりのですよ、僕なりのシャンク対処方法、はい、シャンクって一つだけじゃないんですよね、はい、出ちゃう理由って複合的なものがいろいろ入ってて、シャンクはこれやれば治るっていうのは僕ないと思ってるんで、だから今のは短めのクラブを持って強く打とうと思って手が上がっちゃってシャンクしたなっていう時は、さっきの大きめのクラブを持って、まあ、5、6割の力で打つ。で今日は胸が開いちゃってる日にシャンクが出ちゃったら、もう右足を引くことによってシャンクの原因を防ぐっていうことですよね。で僕もいろいろシャンク打ってきて、その中で自分の中で見出したもんなんでじゃあシャンクはみんな出るもんだってことですね。そうですね、まあいろんな原因が本当にあると思うんですよ。もう当たってる時にフェースが開いちゃってどうしようもないって人もいるし、そしたらやっぱりちょっとフェースかぶせるべきだし、はい、でもそれを説明しようと思って、だいぶ長くなっちゃうんで、今日は僕なりのシャンクの直し方、ちょ
ちょっとあの試してみてください。はい。